新しい私いろいろ始める仙台いろは。もうすぐ夏休み、どこか旅行に行きたいなということで、今回はそんな方にいいねなツアーをご紹介します。いいね。毎日毎日ノックばっかり、たまにはゆっくり旅行に行きたいな。そんな佐藤さんにおすすめのツアーがたくさんありますよ。渡辺直美さん。阪急交通社の黒田です。国内旅行海外旅行は阪急交通社トラピックスにお任せください。トラピックス、あの渡辺直美さんが出てるあの CM のですね。今年30周年を迎える阪急交通社のツアーブランドトラピックス。経験豊富な添乗員が同行し、人気の世界遺産や観光名所を巡るツアーパッケージを提案しているんだそう。今おすすめのツアーは何ですか？はい、国内旅行ですと人気の北海道をはじめとした仙台空港発着のツアーをご用意しております。トラピックスのホームページでは、旅のテーマ、目的に合わせたおすすめのツアーを探すことができるんだそう。本当だ、いっぱいある。海外旅行もいいな。海外旅行で夏の旅行なら、5日間の台北フリープランがお安く、なんと 39,800 円からご案内しております。3万円台からですか？情緒あふれる街並みの旧風散策、そして熱気あふれる屋台巡り、行ってみたいな。あと秋以降でしたら仙台空港から行くイタリアも絶対おすすめです。憧れのイタリアですか？しかも仙台空港から。一生に一度でいいから行ってみたいです。いいね。黒田さん、トラピックスってどういう意味なんですか？はい、トラベルとトピックスを合わせた造語です。じゃあ旬の旅を見つけられるっていうことなんですね。ぜひトラピックスで検索してみてください。今年の夏は自分にぴったりなわがままツアー、いいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。